こんにちは。今日は私が毎日飲んでいるスムージーのレシピを紹介します。このスムージーは自家製の野菜や果物を使って作るので、安心安全で栄養満点です。飲み始めてから便秘や胃の調子が良くなりましたし、肌もツルツルになりました。皆さんもぜひ試してみてくださいね。私は菜園にあるものを多く使いますが、皆さんはどんな材料を使いますか？コメント欄で教えてくださいね。ヒューガ陶器、バジル、ミント、生姜、ゴーヤ、唐辛子、アロエベラ等。季節によって多少変化しますが、シソの葉、三つ葉、ブルーベリー、キイチゴなども入れます。若い時は便秘がひどく、薬を飲む状態の時もありました。また、胃の調子が悪く、20代の頃より胃薬を飲み、最後は胃酸を抑える薬も飲みました。65歳のジピロリ菌退治を行いました。20年前から分かっていましたが、途中、薬アレルギーなりペニシリン系が使えないので。やっとの思いで大学病院で合う薬を処方、退治ができました。それから6年間、胃薬は飲んでいません。体調管理ということで、もう7年くらい続けています。合う合わないは人とそれぞれですから、真似しなくてもいいと思います。小松菜の葉は1枚程度にしています。多く入れますと便が緩くなります。飲むときは一気に飲まず、何回かに分けて飲むといいと思います。唐辛子の葉は苦味があるので、湯がいて入れています。アロエベラの葉の皮は、ラットで発がん性があるという研究結果がありました。私は中の実の部分を使用しています。あとは検索結果からの説明になります。ミント、清涼感が強く抗菌効果があります。メラニン細胞の活動を抑える効果やアレルギー症状の改善にも効能が期待できます。バジル、老化防止やがんを予防する効能があります。止血や骨の健康維持にも役立ちます。生姜、血行を促進し体を温めます。風邪やインフルエンザの予防にも有効です。小松菜、カルシウムや鉄分が豊富で貧血や骨粗鬆症の予防に役立ちます。ビタミン C や β カロテンも含まれています。バナナ、食物繊維やカリウムが多く含まれています。便秘の改善や高血圧の予防に効果的です。マグネシウムやセロトニンも含まれており、ストレスの軽減にも役立ちます。リンゴ、ペクチンという食物繊維が豊富で、コレステロールや血糖値の調整に効果があります。ポリフェノールも含まれており、抗酸化作用や美肌効果が期待できます。唐辛子の葉、カプサイシンという成分が含まれており、新陳代謝を高めたり、脂肪燃焼を促進したりします。ビタミン C やカルシウムも多く含まれています。アロエベラ、消化器系の働きを整えたり、便秘や下痢の改善に効果があります。また、肌荒れや火傷などにも良いとされています。柚子、ビタミン C が豊富で、風邪の予防や免疫力の向上に効果があります。また、香りにはリラックス効果やストレス解消効果があります。ヨーグルト、乳酸菌が含まれており、腸内環境を改善したり、免疫力を高めたりします。また、カルシウムやタンパク質も豊富です。牛乳、カルシウムやタンパク質が豊富で、骨や筋肉の健康に役立ちます。また、乳製タンパク質には血圧を下げる効果があると言われています。ヒューガ陶器、漢方薬として使われる生薬で、咳止めや去痰作用があります。また、胃腸の働きを整えたり、風邪の予防にも効果があるとされています。最後に昔、NHK のラジオ番組で1日43品目の野菜を1年間摂り続けると、自然に病気にならない体になりますと言っていました。いかがでしたか？このスムージーは本当におすすめですよ。もし気になった方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまたお会いしましょう。